まゆゆ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。まくんです。ゆゆです。はい、今日はですね、ついにお披露目の日が来ましたね。はい、ということで、まゆゆね、セカンドシーズンいよいよスタートということで、まあ、そのね大事なあの一つのコンテンツになるんですけど、ついに旅の仲間が増えました。増えました。はい、じゃーん、こちらでございます。ジムニーシエラちゃんでございます。鈴木のジムニー、ジムニーシエラね、をですね、ついに買ってしまいました。買っちゃったいやー、ジムニー買っちゃいましたね。ね、どうですか皆さん、かっこよくないですかこれ。かっこいいでしょこの黒なんで、あの今後ね、あのこのジムニーちゃんも一緒に旅の仲間に加わって、あの47都道府県制覇の旅をガンガン進めていこうじゃないかと、いうことに、なりました。楽しみ今後ね、車中泊とか、キャンプ場でのね、キャンプとかもこの子と一緒にやっていくことになると思います、はい、またおいおい準備動画とかもね撮っていけたらいいね。そうだね。で、まあ、それに車中泊とかできるように今いろいろ準備をね進めている段階なので、それもまあ準備編みたいなものも、まあ、あの動画にしていこうかなと思ってますので、ご興味ある方はぜひ、ね、見ていただければなと思います。アドバイスもくださると嬉しいですじゃあね、今回僕らがなんでジムニーにしたのかっていうのを、ちょっと You の方からね、いくつかちょっと理由があるので、じゃあ皆さんにお伝えしてもらっていいですか。はい、まず第一にかっこいい見た目がかっこいいよ、ね、見た目かっこいいね、ちょっとこのオフロードのね、アウトドア感のある見た目がやっぱすごく良くて、あとは、あれよね、この車ちょっと車高が高くなってるんですけど、はいはい、3インチリフトアップしたんですね、大人の遊び車というか、自分の好きなようにカスタマイズして楽しめる要素が多い、ジムニーは街中でもいろんな見かけるけど、みんなそれぞれなんか違うからさ、そうそうそう、ジムニー仲間だって言いながらねあれもジムニーだって言って見てるけど、全然あの同じ子がいないんだよね。それも魅力だよね。あとあのジムニーかっこいいんだけど、この丸目とか可愛くないですか。丸目も可愛い、確かに。かっこよさと可愛さを兼ね備えたうちの子です。まあ、このジムニー中古で買ったんですけど、まあ、買った段階で結構いろいろ前のオーナーさんがいろいろつけていて、それもまあそのままパーツ気に行ったんで買ったんですけど、まあ、このタイヤとかも16インチの、結構大きめのタイヤ入ってる、あと車高を少し上げてるから仕掛けとかね、これもアクセントでかっこいいよね。そうだよね、それあると本当乗りやすい、あとこの上のキャリーね、これ便利だよね、ジムニーは中あんまり物多く詰めないので、必然的にこう上に今後キャンプとかで荷物、
増えてきたら乗せていく感じになるかな。で、まあ、中で車中泊する時も、まあ、2人だと結構寝るだけ、2人で寝るだけの空間になるので、うんうん、その時は上に荷物置いていけるみたいな感じ。後ろ側もこのタイヤがかっこいい、うん、かっこいい。あとこのちょっとはしごね、はしごね。いいなぁな感じで上にも乗れちゃいます。私も乗る。えよいしょ、そこはしてやる、ちょっと揺れるけど。あーあ、あ、すげえ乗れた。乗れる。え、これ星空が見えるね。見えますね、いいね。こんな感じで、まあ、なんて言うんだろうな、アウトドアいろんな形で楽しめそうな車だった、うん、二人でじゃこれにしようと選びました。かわいいでしょう、外がじゃあそんな感じかな、うん、中も、中はねそんなにほぼノーマルなんですけど、うん、中の方もちょっとご紹介していきたいなと思います。はい、はい、じゃあ今度中の方を見ていきたいなと思います。車内のご紹介です。はい、運転席側は、まあ、こんな感じだね。今ドリンクホルダーだけ、ドリンクホルダーだけ、そうだね、ついてます。で、僕らが買ったのは、オートマなので、うん、で、このペダルで四駆を切り替える感じ、うんうん、雪道も行けちゃうね、うん、で、ナビがついてる。ナビと、これがあの横と後ろの視界を補助するカメラ、うん、そうだね、それがあると視覚が全部見える感じになってますと、うん、で上側が横にドラレコ、ドラレコとここにミラー、はい、あと、あとここもポイントだよね。北海道旅でいただきました最北端、うん、最北端のガソリンスタンドでもらったホタテの交通安全のお守り、ジムニーちゃんにつけております。で、シートはまあノーマルだけど、うん、この肘掛け、よいしょ、肘掛けはこれオプションで、オプションっていうか前のオーナーさんがつけてた感じですね。つい肘を置いてゆったりしちゃう。これ結構大事だよね、疲れにくくなるから、うん、これ、これいいよ、うん、それはね、いる。運転してるマー君とぶつかりながら、あのここスペースの取り合いしても負けね。やめろ。運転席からの景色はこんな感じです、ね、うんうん、やっぱねリフトアップしてるんで、車高高いから、うん、景色は高く見える、ね、伝わんねえよ。伝わんないけど。こんな感じで。こんな感じ。結構ね最初は高く感じたんですけど、もう今はもうだいぶ慣れたね。ご紹介しましょうか。今まだね何も置いてないんですけど、こんな感じでございます。めっちゃまっすぐになるんだよねここ、うん、ジムニーはねすごく収納はね、うん、ちょっと弱点かな。そうだね、収納はちょっとないかな、うん、なんでジムニーで車中泊するってなると、車中泊するときってやっぱ結構荷物、うんうん、増えていくから、収納をどうするかっていうのが結構課題、うん、
ジムニーの収納といえば、まあ、一応ここ。ここにちょっと物が入れれるかな。はい、まあでも本当ちょっとしたものしかそこは入んないので、うん、基本的にはまあこれから天井のスペースとか、うん、こことかね、サイドとか、うん、にうまく収納を作って、うん、容量を増やしていく必要があるかなというところなので、うん、まあ、そういったなんかいろんなジムにはいろんなアクセサリーが充実してるんだね、うん、そうだね。あと車中泊するからあの中からこのバックドアを開けれるようにするパーツもあるみたいなので、うん、それも欲しいね。それもちょっと買ってこれからつけて、うん、まあいろいろ準備できたら、まあいよいよアウトドアというか、いざ車中泊の旅へ、うん、ジムニーと一緒に旅していく感じになるかなと思います、うん、楽しみだね、うん、はい、ということで、今回は僕らの新しい仲間のね、うん、ご紹介をさせていただきました。シエラちゃんのご紹介でしたまあね、この子ができたことで本当俺らも旅の幅がだいぶ広がっていくかなと思いますんで、うん、アウトドアとかねどんどんやっていきたいなと思ってますんで、車中泊楽しみね、いろんなとこ行けるからね、うん、自由だね、自由、はい、ぜひこのジムニーとね一緒に旅する僕らの旅の動画もね楽しみにしていただけたらなと思います。はい、はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。お見てください。優雅大吉引いたの初めて見た。どういうこと？